こんにちは、ソフィアです。今回はホテルメルパルク横浜に宿泊いたしました。実は私が宿泊しに行った直後に公式ホームページにて2023年12月31日いっぱいで営業終了のお知らせが発表されました。今までメルパルクって、まあ、なんとなくあるなぐらいには思ってたんですけれども、なんか行くきっかけがなかったというか、あんまりすいません、注目してなかったんですが、行ってみたら立地は最高だし景色もいいしめっちゃ穴場じゃんとか思って感動してたんですが、まさかあと数ヶ月で閉館してしまうなんてことになると思っておらず、あ、急いで皆様にお知らせしなきゃということでこの動画を作っております。で、立地はですね、マリンタワーの真正面お隣さんにあります。アクセスは先ほど映っていた港未来線の元町中華街駅の4番出口から1分かからないぐらいですかね。 JR の石川町からもアクセスはできますが、徒歩でだいたい15分ぐらいの場所となっております。中華街をそのまま最初から最後まで突っ切ってくるとあるという感じなので、まあ遠いっちゃ遠いんですけれども、道中は結構楽しいかなと思います。で、チェックインまでちょっと時間があるので、私はまず山下公園をふらふらとお散歩しております。なかなかこっちの氷川丸の方って実はあんまり来ないかもなぁと思って、改めてゆっくりと足を運んでみるととてもいい景色が広がっております。ついでに氷川丸の見学もしていこうと思ったら、この日は残念ながら定休日でした。通常は月曜日が定休となっておりますが、不定休の場合もありますので事前にチェックをしてお出かけなさってみてください。氷川丸に入るための桟橋のふもとにはスターボードというお土産屋さんとカフェが併設されていて、このカフェがですね、なかなか面白くって、横浜中華街や地元企業の商品、またクラフトビールやクラフトコーラなど横浜にまつわる商品ばかりが集められています。私はせっかくなので横浜戸塚にあるオノファームが作っている横浜アイス工房のソフトクリームを買いました。で、このコーンが黒で上が白いアイスじゃないですか。これね、氷川丸カラーになっているんですって。こういうこだわりがいいなぁと思って写真や動画を撮っていたら、めちゃくちゃすごい速さで溶けていって、ポタポタと私のハンドタオルの上に垂れておりますが、はい、この後はすっごい速さで食べました。美味しかったです。いや、本当に美味しくって、またね、アイスだけ食べに行きたいなと思いました。さて、チェックインができるお時間になりましたので、メルパルクへ戻ってまいりました。入り口はこんな感じですね。で、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、もともとこちらは郵便貯金会館でございまして、郵政の民営化に伴ってメルパルクが正式名称になったそうです。こちらのオープンは昭和55年1980年の4月で、全部で43部屋あります。そして43年この地での営業を経て、日本郵政不動産株式会社との定期建物賃貸契約終了に伴い、今年2023年12月31日をもって営業終了という流れとなるそうです。結婚式場としての人気も高いようで、チャペルや神殿、宴会場など様々なご婚礼にまつわる施設も充実しております。お部屋に上がる前に自動販売機コーナーをチェックしていきましょう。アイスペールはここに置いてあるみたいですね。製氷機とテレビカードが売っている自動販売機があります。そして飲み物の自販機が2つ、一般的なソフトドリンクやお水と、結構ね、ジュース類も充実してますね。値段は普通の値段でした。で、隣のはお酒の自動販売機ですね。こちらの値段は普通かどうか、私は買わないのでよくわかりませんが、普通ですかね。ここから一番近くのコンビニは多分歩いて3分ぐらいのナチュラルローソンかなと思います。電子レンジと、あと充電器のレンタルもありました。で、窓からはガーデンチャペルがとっても綺麗に見えました。いいですね、白いドレスが映えそうな白いガーデンチャペルでございます。大変お待たせいたしました。それでは本日泊まるお部屋に向かっていきたいと思います。お部屋の鍵はカードキーではなく、この大
きなキーホルダーがついた物理キーでございます。お部屋のタイプは一番スタンダードなツインルームでした。そしてまずはですね、お部屋全体をご覧になっていただこうと思います。こんな感じです。まあ普通のビジネスホテルって感じかもしれないですね。重要なのは景色でございます。今回のお部屋はガンダムの動く立像が真正面に位置するようなポジションですね。右手にベイブリッジ、左手にはギリギリ先ほどの氷川丸がこう入ってくるような、そんな位置でした。ではルームツアーしていきましょう。入り口入ってすぐ、結構幅広めの姿見があります。その後ろを振り向くとクローゼットのスペース、こちらも割と広めでした。そしてこの消臭剤はリセッシュですね。お部屋に備え付けでズボンプレッサーが置いてあります。きっとビジネスでお泊まりになる男性のお客様が多いのかなと想像がつきますね。その他はラゲッジラック、ブラシ、靴べら、使い捨てのスリッパなどなど、一般的に置いてある備品はきちんと揃っています。続いてデスク周りを確認していきたいと思います。パッと見なんか物が多くないですか？そんなことないかな。システマチックにいろんなものがここに備わっておるわけですが、はい、デスクライトはとっても明るい LED でパタンと閉まっておくこともできます。こちらのご案内は各フロアの施設、そして貸し出し備品のご案内でした。引き出しの中には有線 LAN ケーブルがポツンとしまわれておりました。トレイの上にはお茶セットが置いてありますね。はい、お茶コーナーの出番でございます。めちゃくちゃシンプルなんですが、置いてあるお茶は結構変わってて、煎茶、ジャスミン、ローズヒップブレンド、そしてコップが一つですね。その下にはヘアドライヤーです。パナソニックのよく見るやつですね。一番下にはお湯を沸かすケトルが置いてあります。その横にはビジネスホテル定番のサイズ感の冷蔵庫がありまして、特にお水のサービスなどはないようでした。ライティングデスクとは別に丸いサイドテーブルが窓際に置いてあります。さほど広いお部屋ではないんですけれども、こういうお仕事をするデスクと食事やくつろぐために使うサイドテーブルと2つあると意外と便利なんですよね。ではベッド周りも見ていきたいと思います。パジャマはこんな感じで、なんかね、可愛い色のロゴが入ってて意外と好きでした。ワッフル生地のワンピースタイプです。それではバスルームも確認していきましょう。足元の段差にお気をつけてお上がりくださいませ。3点ユニットのタイプですが、結構空間的にはね、広く感じました。そして何よりとても綺麗でした。築43年の建物ではありますが、リニューアルは絶対されてますよね。めちゃくちゃ綺麗で安心しました。シングル利用なのでハンドタオルとバスタオルは1枚ずつです。シンク広めで大変助かります。お部屋には綿棒が2本とコップ、そしてハンドソープが置いてあるだけで、その他のアメニティは全てフロントで受け渡しとなっております。チェックインの際にこちらのアメニティ必要ですかと表を見せてくださるので、必要なものがあれば受け取ってください。確か歯ブラシとカミソリとボディタオルがあったと思います。綿棒もね、お部屋別に置いてくださらなくても大丈夫ですよって思っちゃいました。もう一切何にもない方が意外とさっぱりしてていいんじゃないかななんて思ったんですけど、どうでしょうか。シャンプーやコンディショナー、ボディーソープは初めて見るタイプかなと思いますが、花王のものでした。なんとなく施設的にリンスインシャンプーだったりするかなとか思ってたんですが、ちゃんと別々であったことが大変ありがたかったです。バスタブも画面だと小さく見えるかもしれませんが、ちゃんと足を伸ばして入ることができる大きさがありましたので、広さ的には何ら問題ありませんでした。というわけでルームツアーお疲れ様でした。今回私は朝食付きのプランで平日利用で8000円ぐらいだったと思うんですけれども、なかなかありだなぁと思うんですが、皆様のご感想はいかがですか。立地がとにかくいいですよね。大桟橋、山下公園、みなとみらい、中華街、まあ、どこでも横浜の主要な観光地にはアクセスできますし、というかまあど真ん中にねありますし、
立地はほぼニューグランドと一緒と言っても過言ではないぐらいですね。なので、まあ、中華街でお食事楽しんだり、それこそニューグランド食事に行ってもいいと思いますし、ダメですか、そんなせこい作戦はダメですか食事だけニューグランドで行った気分になるみたいな。私の今回の旅のプランでは、まあ、ニューグランドには行かないんですが、せっかくなので真正面にあるマリンタワーに行ってみたいと思います。マリンタワーはですね、2019年から2022年まで大規模リニューアルしてお休みしていたんですが、ちょうど1年ぐらい前ですね、2022年の9月にリニューアルオープンして、今もまた人気の観光施設として脚光を浴びております。私もマリンタワーの中に入るのはかなり久しぶりだったので、すごく綺麗になっててびっくりしましたが、以前と変わらないこの灯台のライトや山下清作この横浜の今と昔を表現したモザイク壁画はきちんと以前のまま残っていて、とても嬉しくなりました。さて、今日のお食事はこの壁画の目の前にあるマリンタワー1階のエクスンシングスに行きたいと思います。エクスンシングス、めっちゃ久しぶりに来ました。まあ、一大パンケーキブームを築いたお店として皆さんね、あの行列に並んだこと1回や2回はあると思うんですけど、横浜の皆さんでしたらこの隣の敷地にエクスンシングスの山下公園店っていうのが2020年まであったじゃないですか。私もね、あそこ並びましたよ。私も当時はやっぱりあのクリームがね、火山のような形をしたパンケーキ絶対食べたいと思ってパンケーキって見てましたけども、意外とそれ以外のお食事メニューがこんなにあるんだっていうのは冷静さを取り戻した今知りました。でこのね、木の枠に入ったメニューはハワイの本店で提供されているメニューのレプリカなんですって。あのよく見るとね、価格もドル表示になってて、このメニューからは注文できませんみたいに書いてあるんですって。あの演出だそうです。私は結構お腹空いてたのでがっつりご飯が食べたくって、スパイシーアヒポケボールを注文しました。思ってたよりなんか強そうなやつが来ました。マヨネーズベースのような割とまったりとした濃厚なソースにピリ辛なスパイシーな味付けがしてあって、お腹空いてる時には結構ねガツンとして、男の人でも満足なボリュームなんじゃないかなと思いました。朝から晩までメニューに差がないので、夜一人でちょっとさらっと食事したいんだけどどうしようかなっていう時にとってもぴったりだなと思いました。エクスンシングス意外と使えます。でもう一店舗、マリンタワーのレストランでお店のご紹介をさせてください。こちらはマリンタワー4階のザ・テラスというイタリアンレストランなんですけれども、一人でディナーはちょっと向かないかもしれないんですが、ランチ、パスタやピザのランチやランチコースも充実していて、景色も空間もインテリアも最高なので最近特に気に入っております。この日は横浜がとっても久しぶりというお友達が遊びに来てくれたので、せっかくならここに行きましょうということでご提案いたしました。きっとね、横浜らしいデートとかにもいいんじゃないですかね、知らんけどみたいなはい、というわけでお店情報を一つ追加させていただきました。で、私はこの日、日が暮れた後にどうしてもマリンタワーの展望台に行きたいなと思っていたので、ちょうどいいタイミングにお食事を終わらせてマリンタワー20階の展望台へと上がっているところです。夜景が見られる時間にマリンタワーに登るのは初めてだったので、とても楽しみにしていました。今日泊まっているメルパルクも見えていますね。マリンタワーの営業時間は10時から22時まで空いておりますが、6時を境にデイチケットとナイトチケットで営業時間帯が分かれます。ナイトチケットは平日大人1200円、土日祝日は1400円ですが、ウェブから買うとそれぞれ100円引きになります。専用エレベーターに乗って20階の展望フロアへ到着いたしました。ちなみにね、このキャンドル型ライトが乗っている席はなんかね、特別な予約をするお席のようで、この先には行けません。ですが、この
20階のフロアからね見える景色っていうのは360度楽しめて、横浜のいろいろな港町の景色を一望に楽しむことができます。20階ってすごく程よい高さだなって行ってみて思いました。車や船などの地上の動きがほどほどによく見える、でも全体も見渡せるっていう感じ。ただね、このスケスケ床はライトが照らされすぎてて全く何も見えず怖くありませんでした。遊びに行った日にはちょうどカエルのピクルスくんのイベントをやっていて、こんな可愛いディスプレイもありました。ミニサイズのマリンタワー可愛いです。で、階段を使って一つ上の階に上がると30階はメディアアートギャラリーという風になっていて、このように光や映像、音楽を使ったデジタルアートと夜景のコラボレーション空間になっておりました。このデジタルアートが楽しめるのは18時から21時30分。6月、7月、8月、夏の間は19時開始となっております。この時30階の展望フロアにどなたもいらっしゃらなかったんで、ぐるっと一周撮影してみました。いろんな光の演出があるので、センスがあればすっごく幻想的でおしゃれな写真が撮れるんだろうなとか、思ったんですけど、私にはそういった芸術的なセンスが一切ございませんので、その分の能力をどこに振ってるのかもちょっとわかんないんですけど、芸術的な表現をするっていうのがね、本当に苦手なので、どうにかならないもんかなと、こういうアートな空間に来ると思うわけでございます。皆様は何か自分にはこう、欠けているけれど手に入るなら欲しいジャンルの能力ってありますか？それはなんかファンタジーな魔法とかそういう話じゃなくて、私だったらダンスができるようになりたいとか、まあそういうアーティスティックな能力がもうちょっと欲しかったなってずっとずっと思ってるんですけれども、普段ねこうサムネイルとか仕事用のインスタグラムの画像とか作るじゃないですか。本当なんかつまんないなって思ってるんですよ、自分でも。でもなんか頭固いっていうか、自由な発想がまるでないっていうか、なんかね思い浮かばないんですよね。だからそういうもうちょっとクリエイティブなというか、柔軟な頭が、四角い頭がもう少し丸くなればいいなぁと日々思っております。あとね、まあ、ダンスに関してはね、私が踊ってるとこ見たことある人は本当にもう思い出しただけで笑っちゃうと思うんですけれども、本当に踊れないんです。私、手の動きと足の動きは別々になると本当に動けない。なのでエレクトーンやってたけど上達しなかったのも、まあそれあるかなとちょっと思うんですけれども、四肢をねバラバラに動かせない、多分向いてなかったんだと思うんですけれども、はい、まあダンスが苦手でございまして、でも私ダンス見るの大好きなんですよ。ってことはね、心の奥底では自分もああいう風に踊れたら素敵だなって思うわけです。まあことごとくおかしな動きになってしまうんですよ。ほんとこれって訓練でなんとかなるんですかね。最近はね島スペイン村にもよく行ってるので、フラメンコを見るとねやってみたいとか思うんですけど、絶対無理、もう分かってる、絶対無理なので、はい、私がもし自分にない能力を手に入れることができるんだったら、芸術的な力が欲しい、パワーって感じです。はい、皆様はいかがでしょうか。そんな感じで食もアートもマリンタワーを目いっぱい一人で満喫してまいりましたので、このままいい気分で寝たいと思います。パジャマは先ほどご覧に入れた通りですが、結構横幅たっぷり、袖回りもゆったりで大きめサイズでございました。それではおやすみなさい。おはようございます、朝です。朝食食べに行きます。ところで皆さん、ホテル、このチェーンっていうか、このロックかけてますか？寝るときとかお部屋にいるとき。絶対かけた方がいいですよ。
何とは言いませんけれども、取れる対策は全て取り、自分の身は自分で守りましょうというのが私からの、はい、あの謎のアドバイスでございます。朝食は1階のレストランにてビュッフェスタイルの朝ごはんを楽しむことができます。後からつける場合は大人2000円となっております。入り口正面にはドリンクコーナーがありまして、お茶の種類も多くて嬉しかったです。色とりどりのサラダやフルーツ、ヨーグルトはあらかじめもう小さな器に分けてあって、これがすごいありがたかったです。そのお隣にはパンのコーナーですね。ロールパンやクロワッサン、そしてあんバターが用意されています。これは最後絶対に食べます。オリジナルバーガーを作って食べてくださいというご案内がありました。スクランブルエッグやベーコン、ハム、ソーセージ、焼き鮭や天津ですね、シューマイが入ってました。こういったおかず類と和食のおかずも充実しております。とにかくね、ちっちゃな容器にあらかじめ取ってくださってるお料理が多くてすごい嬉しかったです。2023年の4月からモーニング全体がリニューアルされたそうで、一汁三菜をテーマに和のコーナーがさらに拡充したそうです。ご飯の他にもうどんがあって、こうカレーをかけたりとか、いろんなアレンジレシピのご提案もありましたので、本当に好き勝手食べられますね。そして中華がゆのご用意、あとは豚汁がとてもおすすめですとのことでしたので、ご飯も食べたいしうどんも食べたいしで、これはまあ朝から食べ過ぎることは確実でしょうね。私の今日の朝ごはんはこんな感じでひとまず撮ってみました。この斜めってるミニ中華まんがなんか潔悪いですね。はい、後からやっぱ撮りたくなっちゃったって感じの角度がついてます。お刺身があるのすごい嬉しいなと思って、お刺身ととろろがあったんで、これでご飯食べようなんて思っておりました。ホテルの方であらかじめアレンジレシピとかおすすめの食べ方みたいなのが掲示してある場合ってすごくありがたいなって思ってて、まあ、なんでかっていうと、例えばカレーはあっちにあってうどんはこっちにあるけど、まあ、かけて食べたいけどそんなことしたらお行儀悪いかなとか、まあ、ちょっと思う部分あるじゃないですか。でもね、堂々となんか豚汁かけてくださいとか、カレーと3杯目はこうでみたいに書いてあるんで、もうそんなこと気にしないで好き放題できるのがとてもありがたいなと思いました。もちろんね、綺麗に残さず食べましょうねっていうのは大前提だと思いますが、自分の好きな味覚でお腹をいっぱいに満たして朝から元気っていうのは最高ですよね。そんなわけで朝ごはんを食べ終わってしまったということは、私のこのホテルメルパルクでの一泊もそろそろ終わりでございます。先ほどもお伝えした通り、このホテルメルパルクは2023年いっぱいで閉館してしまうことが決まっておりますので、私としてはすごく穴場でいい場所だなと思いましたので、なくなってしまう前に一度足を運んでみてはいかがでしょうか。今回も最後までご視聴ありがとうございました。動画制作の励みになりますので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただいたり、コメントでご感想いただけるととても嬉しいです。それでは次の動画もどうぞお楽しみに。またねー。